しよったな。モリスがこの奥の地下墓地へ入っていったわい。気を抜くでないぞ。はい。よし、では恩師に花向けを一つ。奥義の何たるか教えてやろう。奥義？そうじゃ。恩師は第三教練まで終えておるか？はい、この間第四教練までは終わりました。ほう、ならばすぐにできるようになるじゃろう。よく聞くのじゃ。奥義とは二つの必殺技の組み合わせの上に成り立つ。日頃からの精神と肉体の修養、そして二つの必殺技を極限まで鍛え上げることで繰り出すことが可能になる。理屈はわかりますが。とりあえず覚えておくがいい。魔人剣と飛炎連脚から成り立つ奥義、それが奥義魔人飛炎脚じゃ。奥義なんて僕に使いこなせるんでしょうか？なに、ミゲールは獣神なる頃にはすでに体得しておったぞ。血を信じるがいい。大気は万世するという言葉もあるしの。わかりました。頑張ってこい。
これは寝てる。もしもし、もしもし、父さん、おはよう。寝過ごしてごめんなさい。いや、僕は君のお父さんじゃないんだけど。あれ、なんだ君たちか。よかった、元気だった。お知り合いですか。いや、寝ぼけてるぞこいつ。知らないふりするなんて冷たいな。だから知らないって。あの、こんなところで寝てたら危ないですよ。疲れてついつい居眠りを。で、君たちもやっぱあいつを追って。君たちもって、じゃあ君も黒い鎧の男を追って。話が噛み合ってないぞ。ああ、ごめんごめん、人違いだった。てか、時間違い？この人、何言ってるんだろう。じゃあ、バイバイ。あ、ちょっと待って。あ、じゃなかった。また会おう。あ、だからちょっと待ってって。行っちゃった。なんか変わった人だったな。あの人も黒い鎧の男を追っていたのでしょうか。違うような感じだったけど。だったら誰を。さあな、まずは鎧の男だろ。早く行くぞ。あ、先を急ごう。
レイスルビーを落としてしまった。あ、しまった。下の階に落ちたか。わざわざ見物に来るとはな。ほら、仲間も来たようだぞ。お前たち、あれほど来るなと。しまった。間抜けが。さあ、イニシエの王の復活だ。なんだと。そうだな、メイドの土産に教えてやろう。バルハラ戦役、貴様らも知っておろう。今より100年ほど前に起こった戦いを、当時最大を誇った二国の連合を相手に圧倒的な力を見せつけた一国の王がいた。その王の名はダオス。しかしその男もある冒険者たちの前に敗北することになる。知っているぞ。
私はその冒険者の血を引いているからな。私だけではない。クレス君、君とお嬢さんは私と同じくその昔ダオスと戦った者たちの子孫なのだ。僕は、君たちが襲われたのは偶然ではない。昔から続いたダオスをめぐる因縁ゆえなのだ。そのダオスの復活をこの男は私欲のために企んだ。そうだな、元ユークリッド独立騎士団長マルス・ウルドール。フン、ダオスの復活は定められたことだ。止められぬわ。うるせえ。ダオスだか因縁だか知らねえが、俺にはそんなことは関係ねえ。てめえはアミーの仇だ。それだけで十分だ。愚か者どもが、もう遅いわ。我が名はマルス、マルス・ウルドール。運命の糸に操られていたことに気づかぬ愚か者よ。何を言っている。封印を解いた俺は貴様の主なのだ。私を封印した者どもを殺し、封印を解く鍵を奪わせたのだ。他ならぬこの私自身、思い出させてやろうか。3ヶ月前、お前がここに訪れた時に何があったかを。抜かせ。危ない、避けろ。何？お前にはもう用はない。ロビュー、うわあ！私が背負う重大な運命も分からず、ガリのみを求め勝手な振る舞いを続ける人間たち、そして私を封印した者どもの生き残り、そこのお前、断じて許せるものではない。奴は剣では倒せない。私が砲術で君たちをある場所へ送る。そこで奴を倒す方法を学んでくるんだ。もうこれしか方法はない。どういうことです。説明している暇はない。それとこの本、これはミゲールとマリアの意思を継いでくれ。頼んだぞ。死ね。くそ、間に合わない。チェスター、チェスターさん。チェスター君、しっかり。
あの輝きは時間転移の光。答えろ、奴らをどこへやった。勇者を持っているのか。こしゃくな奴め。いつの時代に送ったかは知らぬが、自分自身を転移できないとはまだ未熟だな。くそ。ここで朽ち果てるがいい。チェスター！あ、ここは。しっかりするんだ、ミント。クレッシュさん。ここは。僕にもわからない。ここは一体どこなんだ。綺麗。はあ、チェスターは、モリスンさんは。モリスンさんたちなら多分、無事ですよ。私たちは今できることをやりましょうね、クレスさん。元気を出して。ごめん、僕ばかり落ち込んでいて。そんなこと。そうだ、モリスンさんから預かった本を読んでみよう。モリスンさんの本？私はここに異界よりの侵略者との戦いの歴史を記す。遠い昔、イズコから現れた侵略者との間に戦いが起きた。その侵略者は自らをダオスと名乗り。ダオス。もう少し先を読んでみましょう。ダオスは普通の方法では傷つけることすらできなかった。さらに驚くべきことに、彼は時の流れの制約を受けない術を持っていたのだ。我々の先祖との最後の決戦の時、傷ついたダオスは自らを未来へ時間転移させ逃亡した。それ以来、我がモリスン家は代々ダオスが現れた際は戦うべしという役割を持ってきた。その時は私の代にやってきた。ダオス到来の兆しを感じた私は、同じ砲術師のミリル、マリア、そして剣士ミゲールと共に地下墓地へと向かった。現在の我々ではダオスを倒すことはかなわぬことだ。ならばダオスを封印するほかはあるまいと考えた。来るぞ。油断するな。神よ、力。貴様、なぜここに。やめろ。
母さん。メリル、母の名です。まばゆい光とともに現れたダオスを我々4人は何とか封印することができた。ダオスの力を二分したペンダントはミゲール夫妻とメリルで分け持ち、私は封印されたダオスを監視する役目を務めることにした。これは僕たちがこれからしなきゃならないことは、ダオスを倒す方法を見つけることですね。でもとりあえずは人のいる場所を探しましょう。ああ、そうしよう。それにしてもここは一体どこなんだろう。見覚えがある気もするんだけど、なんだか風の匂いが違う気がします。匂い？すみません、うまく説明できませんけど。いいさ、とにかく人のいるところを探そう。何かわかるかもしれない。